5分でわかる近代地理の勉強法、どうも学びズムの矢沢です。この動画では近代地理で8割取るための勉強法を皆さんにお伝えしていきます。この動画の構成が3部構成になってます。まず最初に近代地理の基本情報、その次に近代地理の2つの特徴について、最後にそれらを踏まえて近代地理を攻略するためのおすすめ参考書ルートをお伝えしていきます。それではまず最初に近代地理の基本情報を見ていきましょう。近代地理はですね、形式が全問マーク形式になっていて、時間が60分、問題数が大問3つで、目標点数は100点中の80点となっております。大問ごとの詳細はですね、大問が3つあるうちの1番が主に地史で、2番3番が系統地理という風になってます。配点は地史の部分が42点で、系統地理の部分が34点と24点という風になってます。それではここから近代地理の2つの特徴についてお話しします。まず1つ目はですね、読解力が必要ということです。教科書のような記述であったり、新聞の切り抜きみたいなのがね提示されてきます。それに関連した設問とかね、空所補充の問題が出てくるわけですね。だから単なるその地理の知識を蓄えたらいいというだけではなくて、この読解力も大事になってくるっていうのはね、知っておいてください。2つ目がですね、地形図と統計の読み取り問題が出るということです。地形図の問題はね、もう必ず出ます。距離、面積、傾斜の計算とかね、小地形と土地利用、集落の特徴とかも必ず読み取れるように訓練しておいてください。統計ももちろん重要で、特に人口、農作物、鉱物資源、貿易などの特徴は整理して覚えておいてほしいと思います。では最後にですね、ここまでを踏まえておすすめの参考書ルートをお伝えしていきます。まずインプットに関しては、共通テスト地理の点数が面白いほど取れる本、黄色本ですね、と地図帳、データブックオブザワールドを使用します。アウトプットは始める地理と共通テストの過去問、あとは Z 回の共通テスト実践模試の地理 B を使っていきます。最後に過去問で点数調整です。それではね、ここから分解して細かいことを説明していきます。まずそもそもね、地理の勉強って系統地理っていうものと地史っていうものがあります。系統地理は地形とか天候などの全体的な結構抽象的なものです。地史っていうのはヨーロッパとかアフリカとか、そういうエリアごとの内容が地史に分類されます。でこの地理っていう科目は日本史、世界史みたいな科目に比べてですね、結構論理的に覚えていく必要があるんです。なんで勉強の仕方としては、絶対に抽象的なことからより具体的なことの流れに勉強していくっていうのが正しい方針で、そうなると系統地理から地史に勉強していく方が効率がいいわけですね。で基本的にはこの黄色本を軸として進めていくんですけど、地理はこの地図帳がめちゃくちゃ大事で、教科書であったりデータブックであったり、いろんなことを勉強したものが全て地図帳の中に一元化されていくっていう形で勉強していくと効率がいいです。続いてアウトプットに入っていきます。でこの一番左上の始める地理っていうのを、地理の面白いほどわかると同時並行で1周目進めていきます。おすすめの使い方としてはですね、星1、星2、星3をもう一気にやっちゃうっていうよりは、この範囲を習熟した星1やってみる、星1全部終わった、じゃあ次は2周目で星1、2をやってみる、で最後に星1、2、3をやってみるっていう形でね、1、1、2、1、2、3っていう形で黄色本と並行して進めていくっていうのが、一番効率がいいかなと思います。あとはですね、共通テストの実践模試を使って演習をどんどん繰り返していって、黄色本を完成させていくっていうような形です。でここまでのやり方が間違ってなかったら、過去問で8割弱取っていけるかなっていうふうに思うんですけど、いやまだまだ全然取れなくて、演習と教科書の反復っていうのをもっとやりたいよっていうことであれば、Z 回の予想問題を使用してみてください。はい、それではね、ここまでをまとめます。まずインプットは共通テスト地理の点数が面白いほど取れる本と、データブックオブザワールドでした。でこの始める地理と共通テスト地理が面白いほど取れる本を同時並行で進めていって、共通テスト過去問に移り、共通テスト実践模試に移っていきます。はい、それでは近代地理のね、勉強法の動画に関してはこれにて終了とします。この動画を参考にしてですね、ぜひとも近代地理で8割を取ってください。それではこの動画はここまでにします。ありがとうございました。この動画ではね、みんなが見れるように一般的なことを話しました。マナビズムは近代の公募や一般入試に向けて、今の君の現状から逆算して最短のスケジュールを立てて、その遂行をサポートする塾です。この動画を見てね、自分用に、そして近畿大学用にカスタマイズされた勉強計画を作ってほしいという場合はですね、マナビズムの無料受験相談にぜひ参加してください。各校舎で申し込み受け付けていますし、オンラインだったら全国から申し込み可能です。